ロックピザにオークロールにルーサンサラダ、あと定番のスラーダも。好きなものを選んでね、私がおごるから。ほん、いや、可愛い女の子にお財布出させるわけには。私が支払います。ありがとう、本当に優しいね。それは悪い気がする。私の消費水準は高いけど。いやいや、女の子にお財布出させるわけにいかないでしょう。大丈夫、でも次は君がおごってね。うわ、これいいな。ホタルの予算2万円、お気に入りの食べ物を選ぶ。思ったよりにあるな、お金。これはピノコリーの代表的なグルメで笑顔が可愛すぎる。好きなものを選んで、おごってあげるね。へえ、何しようかな。じゃあホタルちゃんと分けたいから分けれるものにしよう。これと、じゃあポテトフライドポテトサンデー。美味しいのこれ。甘じょっぱくて美味しいのかな。じゃあこれ分けて、これ全部買っていいって話をしてる、もしかして。はい。もしかしてちょうどある、全部買える。いいのか、そんなことして。女の子だぞ相手は。おい、まあじゃあとりあえずホタルちゃんと食べるか。え、これはもう注文したの。君見る目があるね。じゃあお会計するね。うわぁ、引かれちゃった。嘘、ダメなの？これ全部買わないと戻れないのかと思った。ちょっと待って。次はこっちに行こう。違うって。違う、確かに2万円高いなと思ったけど、感覚が違うのかなと思っちゃったんだよ。無境の中だったら200円くらいなのかなって。